はい、皆さんこんにちは、ニハオリンジーです。昨日の晩ですね、僕の WeChat の方に、中国国内の、友達からね、たくさん動画が送られてきました。その動画の内容っていうのは、湖北省、湖北省っていうのは、武漢がある、省ですね。その湖北省の人たちが、江西省、隣の、中国の省に渡ろうとして、そこで、警官に止められて、揉み合いになると。そこに、湖北省側の警官も現れて揉み合いになり、湖北省側のその一般市民がついにその江西省側の警官の、パトカーを、倒してしまうと。そういった状況に至ったっていう話なんですよね。一応ね、中国政府としては、中国国内安全だと。で、湖北省側のね、ロックダウン封鎖も、もういらないっていうことになってるって、なってるんですけども、どうもね、その江西省側の、人民と、政府はね、もう嫌だ、来るなっていう、そういう状況になってるみたいです。それではね、ちょっとね、この動画、ご覧ください。この動画、ツイッターとかね、検索すれば、どこにでも出てくると思います。検索ワードはおそらく湖北、警察ぐらいでね、たくさん出てくると、思うんですけども、あとね、なんかもう YouTube とかでね、中華悪口系の、YouTuber さんとか、台湾系のニュースサイトがガンガン出してると思うんですけどもね、これね、僕の意見なんですけども、気持ちはわかるんですけどもね、逆に考えるんですよ。逆に考えると、その湖北省の人、ずっと封鎖されて、このコロナウイルスの孤独みたいな、孤独って感じわかります。孤独みたいな状況になって、結構ね、8割ぐらい発症しないっていう話ですので、だったらね、もうみんな一回かかって結構免疫ついてるんじゃないかって僕は思うんですよ。で、イギリスのそのボリス首相がその主張していた、集団免疫。集団免疫の観点からすると、かなりの割合でかかってるんで、なんかむしろこの人たちが、街の中に入っていた方が安全なのではないかと、僕は思うんですよ。だから、今陰性であるより、一回かかって、治った人がたくさんいる方が、安全なわけなんですよね。バキで言うと、グラップラバキで言うと、ズールさんみたいなもんですね。だからその考え方で、僕はね、なんで止めるのって、思いましたよね。はい、それでは皆さん、リンキーでした。再見。